はい、皆さん、こんばんは。今私はどこにいるかというと、タイのバンコクにいます。タイのバンコクということで、9ヶ月ぶりですね。中東、中央アジア、エジプトを2ヶ月と1週間回ってきたんですけど、結構ね、いろんな国、初めて行く国多かったですけどね、すごく良かったです。で、かなり、まあ、駐在経験も慣れたタイに、来たんですけど、久しぶりね。まあ、バンコクでゆっくりしてます。まあ、本当は、まあ、タイ国内も数多く行ってて、もう一回また回ってみたいと思ってるんですけど、ちょっとあまり時間がないので、まあ、バンコクでゆっくりしているところでございます。で、今回は題名でも入れさせていただいたんですけど、いわゆる安宿、共同部屋の宿ですね。私自身は、まあ、一つ星、まあ、二つ星、三つ星、四つ星、五つ星から共同部屋の宿までね、ホステル、ゲストハウスまで全て泊まりますけど、今回、まあ、中央アジア、中東でも、中央アジアの時に結構、あのウズベキスタンとカザフスタンですね、ウズベキスタン、タシケント以外はそのホテルだったんですけど、ウズベキスタン、カザフスタン、あとキルギスは普通の共同部屋の宿を泊まりましたね。まあ、結構英語でこう会話して、いろんな外国人と話したり交流できるんですごくいいところだと思ってね。経費の削減もできるしね。その中で、まあ、ホステルとか好きなんですけど、で、あとは、まあ、中東はそういうホステルがまあなかったので、三つ星ホテルとか、あとレバノンとかクウェートで一泊朝食付きで1万円超えるような四つ星ホテル、ジェッタ、サウジアラビアのジェッタから来たんで、そこは一泊朝食で1万3500円ぐらいなんですけど、で、あとは五つ星ホテルで、ヨルダンの市街で一泊朝食付き2万クラウンプラザホテル泊まったんですけどね。まあ、いろいろなところ泊まったりします。でもね、やっぱり海外中長期で回ってるのは結構ホステル利用すること多いですね。バックパッカー、ホステルですね。で、その中でホステル、共同部屋の宿を泊まって怖くないですかとね、言われることあるんですよね。何かいろんな体験されましたかというふうにね、聞かれることあるんですけど、今回ちょっとお題とさせていただきたいと思います。まず共同部屋ホステルということで、私自身は大学時代からですね、留学してる時からオーストラリアね、その時からよく友達側に来て、例えばオーストラリア行ったりする、オーストラリア のゴールドコースト行ったりするじゃないですか。車持ってたんでね、車でゴールドコースト行ったりして、で、みんなで泊まろうって言ったら、やっぱりあのホステル多かったんですね。で、ホステル共同部屋なんですけど、まあ、そこから始まって、まあ、学生時代数多くの国々に行って、旅行会社入社するのにね、で、数多く、まあ、いわゆるそのホステル泊まってきました。ヨーロッパとかね、いろいろ行きましたし、で、今、まあ、101カ国行ってます。その中で、まあ、数多くの国々という共同部屋ホステル利用してきたんですけど、件数でいうとどのくらいかな、多分1000件以上は多分利用してきたのかなと思います。1000件はないのか、101カ国だったら、まあ、とにかくかなりの数、500件以上多分利用してると思うんですけどね。で、その中で、まあ、部屋というと、これまたちょっとまた、このホステルで泊まった時の動画ね、中央アジアのやつもありますが、それから見せていきたいと思ってるんですけど、動画アップしていきたいと思ってるんですけど、まず共同部屋ということで、一番少ない部屋で2人部屋ありましたね。で、多いところ、だいたい平均的には6人部屋が多いですね。6人部屋ですね。で、4人部屋もあれば8人部屋あって、で、10人部屋、12人部屋とかね、多いところで16人部屋みたいなのもあります。で、共同部屋の宿だと、やっぱり、なんだろうな、他者が同じ部屋にいるわけだから、そういったところ、ちょっと神経質な方はあまり利用できないかなと思いますね。神経質じゃない方であればいいと思うんです。神経質の、過度に神経質の方であればあんまりお勧めできないところなんですけど、その中で、じゃあ、怖い目に遭いましたかとかね、変わった体験をしましたかというところなんですけど、まず怖い目に遭ったことはほとんどないですね。ってか、ないですね。はい。何があるかっていうと、例えばいびきがうるさい方いらっしゃるじゃないですか。おーとかね、いびきがうるさくてとかね。あとは、なんか夜、深夜2、3時、例えば中国人がいて、なんか、ウェーイって感じでね、電話し始めるんですよね。で、それを部屋の中で、ね、みんなが寝てる中で、結構大きな声で喋り始める。で、俺注意したんですよね、そこね。で、そういった人もいるし、まあ、いびきはしょうがないですよね。これわざとじゃないですね。いきなり夜中に中国人がこうやって話し始めるとかね、韓国人がその時にその話し始めたりとか、注意したことあるんですけど、そこはね、私はしっかり言いました。いびきだけはしょうがないってしょうがないですよね。はい。で、あとは、なんだろうな、ずっと例えば、なんか寝っぱなしの人とかね、なんかずっと起きない人、たまに起きてトイレ行くとき起きるんだけど、ずっとちょっとうつ病なのかなと思うぐらい、
なんかずっと俺滞在中、5日くらいに滞在した宿あったんだけど、そこでずっと寝っぱなし、トイレ行く時だけ一応その起きてって感じだったんですよ。ずっと寝っぱなしの人とかいましたし、あとは何だったかな、共同そのキッチンがあるんですよ、台所がね。台所でいたらなんか尺に触ったんだったら、じゃあナイフ出されたりとか、別に怖くもまともねえと思ったんですけど、で、そういったところもありましたね、はい。あとは、変わった経験だとどうでしょう、例えばどう、ポーランドのあれワルシャワだったかな、プラガ地区、大阪の西成みたいな地区なんですけど、2つ目の宿だったんだけど、行った時に、一人なんか間違えられたのかなと思うぐらい、なんか女性しかいないんですよ。女性部屋に入れられたのかな俺みたいなね。結構日本人だとそういう性犯罪しないっていうね、結構世界で知られてるので、信用されてるのか、あの女性部屋ですね、ポーランド人が8人部屋で、ポーランド人が6人で、でドイツ人の女の子1人 で結構仲良くなって、ね、日本に行きたいって感じだよ。みんなもう女性がこういて囲まれて寝る感じでしたね、はい。なのでその意味ではすごく、まあ、すげえなんか刺激的だなってね、正直思いましたね、はい。そういうことも経験しましたし、あとは共同部屋の宿だとやっぱり今でも結構やり取りしてる、 SNS が発達してるからね、 Facebook、 インスタとかでも閉鎖するとそうなんだけど、結構今でもやり取りしてる、ね、そこで友達になった外国人の友達結構いますね。なので、出会いの場ではあるんですね。だから出会って外国人と交流ができる、一人で回ってるとやっぱ寂しいものもあるじゃないですか。そうすると共同の部屋の宿だと、ホテルとかだとロビーでじゃあ話しかけて、なんか怪しまれちゃうからね、基本あんま仲良くなれないですね。これもホテルも数多く泊まってきますからね。で共同部屋の宿だとどうしてもやっぱり同じような旅人で、でそれで、同じ部屋だから、まあ、話して仲良くなって、お互いの国のこととか今までどこ行ったとかね、そういったところ情報交換してということで、結構友達になりやすい。だから寂しさも紛れるし、経費も削減できるし、で、あとは、友達もできるということで、じゃあどこどこ食事行こうっつったらね、自分一人で行ったら結構並べないとね、なんかインスタ映えとかしないじゃないですか。だけど、2人が3人で行ってこういっぱい並べてインスタ映えする感じになるので、そういったところでもやっぱ助かるし、いっぱい食べたい、いろんなものを食べたいけど、一人で行ったらこれこれこれ頼んで高くなる、あるじゃないですか。そういったところはやっぱりすごくいいなと思ってます、はい。であとね、まあこれ最後なんですよ、ちょっと一応題名でも入れさせていただいたんですけど、共同部屋ホステル泊まっていてすごい体験ですね、まあ、25年前に初めて共同部屋利用して、でまだ1回目は学生の時から2回経験あるんですけど、2回経験で数多く泊まって、たまにいますね、たまにね、例えばベッドの上で2段ベッドじゃないですか、で あと怖い気もあったな、あの130キロぐらいある人、体重なんか上段下段って下段に俺結構最近選んでんだけど、上段に130キロぐらいある人がいるじゃないですか。ミシミシ行こうってなんかやるとミシミシ言うんですよ。落ちてきたらどうするのかなと思ったりして、そういったのもちょっと怖いところもありましたけど、そのあれもあるし、あとはカップルがなんか上で2人男女でこうまあなんか普通に添い寝ってこうやってやってるわけですよ。だからそれでも結構な重さだと思うんだよね。そういったところもありましたし、でちょっとびっくりしたのが、かなりびっくりした、その時俺イギリスのロンドンのハイドパークの近くの、ホステル泊まってたんですけど、朝方かな、ちょっと明かりがね灯してる時だったんですけど、でなんかの音で目覚めたんです。後輩がイギリスのロンドンに来て、で合流してね、一緒のホステル泊まって、近くどっちだったかな、近くのベッド寝てた、俺はこっち側の上のベッド寝てたんですけど、そしたらなんか物音で目覚めて、そしたらなんかもう、おいえって言ってるんですよ、カマーンって言ってるんですよ。で下でおっぱしめいてる、だから揺れてるんですよ俺のこのベッドがね、やばいなって言って、しかもカーテンないような状態ですよ。でしかも薄い明かりが入り込んでる中で、まさかそれをおっぱしめちゃうとはね思いません。日本人の感覚からすれば、そういう共同部屋の宿でじゃあそういう行為に及ぶかといったらね、なかなかそれはないと思うんですよね、はい。であとはもう一回経験がありますね。西暦でいうと2017年の8月9月とカナダ行ってたんですけど、8月か。でそのカナダに行った時にバンクーバーの宿ですね、まあバンクーバーから1回カルガリー、そしてバンフに抜けて、でバンフから
バンクーバー戻ってきて、その後5泊したかな、その宿でね。で、その久々にバンクーバー戻ってきてチェックインした時に夜9時ぐらいでしたね。グレンハウンドのバスで結構時間、バンクから17時間かかって結構大変だったんですけど、で、インド人が4人部屋だったんですけどね、インド人がいて一泊それでもだからもう6000円ぐらいかな、はい、ちょっとまあカナダとかやっぱ少し高めなんですけど、でなんか仲良くなってね、インドから来たんですよ。で、あと2人必要だったから彼らはどこからの人って聞いたら、フランス人との男とオーストラリア人の女性と言ったんですよね。で、どこ行ったのかって、なんか2人でどっかに行ったって言ったんですよね。おー、そうか。で、12時ぐらいになって眠いからじゃあ電気消そうって電気消したんですね。で、寝てたらそれも深夜1時だからそのくらいだと思うんですけど、なんか目が覚めたんですよ。何があったかっていうと、インド人が上、あのベッドが、一番こっち側のベッドですね、ベッドのこの2段ベッドの下段でした。で、そのインド人は2段ベッド、そちら側の2段ベッド、4人部屋ですから2つ2段ベッドがあって、こちらのベッドの上の段ですね、いて、で、その彼がドスンってなんか下に降りて音がして、で、ま、ドアを開けてそでトイレに行ったみたいですよ。で、それで目が覚めて、したらなんか同じようにおいえ、おいえ、カモン、カモンって言ってるんですよ。なんだと思って、で、びっくりしたんですよね。眠いながらなんか目がこうやってやってたんです。そしたらなんか言ってるんですよ。で、あ、そういうのなんかさっき言ったフランス人の男とオーストラリア人の女性が一緒に行ったって言ったけど、あ、これいわゆるワンナイトラブだなと思って、まあいわゆるその共同部屋の宿で出会って、そのまま、まあ、いい関係で一緒に出かけていい関係になって、その部屋でやってしまうとね、いうやつだったんですね。で、ちょっと言って、あ、ちょっと結構声大きかったから、Excuse me, can I join you? って言ったら、can I join? なんていう風に言ったらしかったけどね、大丈夫なんですけど、まあそういう風に、ね、どうしようかなと思ったけど、まあここはやっぱり KY ではダメだと思うんで、まあでも人が周りに人がいる中でそれを始めるってやっぱり白人らしいなと思ったんですけど、あのすごかったですね。で、まああえてそこはまあ黙ってね、横で聞いて、一応ネタフリをして聞いてたんですけど、このね、お互いが愛し合ってるんですね、あれはね。で、そしたら面白かったのが、インド人が、まあ、出てったんですけど、10分もしないうちに戻って、まあ、トイレ行ってたんでしょうね。そしたらトイレから入ってるんですが、バッて一回開けたんですよ。ノックももちろんしないし、でダンって来て、そしたら廊下から光で差し込んでて俺見たんですよ。そしたら男がまあ覆いかぶさってね、っていうね、まあ行為を見ちゃって見えたんですよね。で、その後もインド人がその上に行くじゃないですか。その後もやめることなかったですね。最後までやってました。すごいなと思いました。で、朝起きた時に俺顔見たことないんで、あ、顔見たことないって、そのチェックインした時いなかったから、で、夜中にそういう行為だったから、で、声が来たのに、その2人のオージーと、あとはフランス人の男性ね、昨日はどうだったかとかね言ったら、あ、すごく良かったなって言って、で、なんかすげえ気まずそうな顔してたから、で、なんかこれから今からチェックアウトするからこれをあげるって言われていろいろもらったんですよ。まあ気使ったんだなと向こうもね、はい、思って、で、やりました。で、インド人とその方話したの、いやー、彼らはもうワンナイトラブだっつって、ここで出会って、で、そういう関係になったんだって言ってね、した、はい、ということで、まあそういういわゆる、まあその共同部屋の宿でやるってのはすごいびっくりだけど、なかなかそこまで行く人もいないんだけど、まあ、よく共同部屋の宿で、まあ、男女ミックスが結構多いから、で、仲良くなって我慢しなくて、まあ、そういう肉体関係を持つっていう、人々もこれは少なからずいます。はい、なので皆さんの中で例えば外国人と仲良くなりたいとか、ね、外国人女性と仲良くなりたいとかいう方がいらっしゃるのであれば、まあ、共同部屋の宿も一つの出会いの場なのかなと思うところでございますね。はい、ポーランドのワルシャワのプラカ地区では自分一人対女性が7人ですね、8人でやるね、ポーランド人、綺麗なポーランド人女性が6人、ドイツ人女性が1人で7人の女性に囲まれてという感じだったあれでしたけど、まあなかなか面白い体験になります。ということで、まあ今までいろんなところを利用してきて、まあ追っ始めてしまうとはすごいびっくりですし、まあ、あとはまあいびきとかそう、うるさいしね。しかもあと他にもね、勝手に俺のベッドなのに座っ、あの勝手に使ってるって言ったら、それが自分のベッドだと言い始めるでしょみたいな、酔っ払ってたんでしょうね。そういうの人もいたし、まあまあいろいろあります。は
はい、まあ、こういうこともまたね、まあ、一応また時速10日でウズベキスタンでは俺泊まった、カザフスタンとキルギスは泊まったので、共同部屋の宿がどんな感じかっていうのをちょっと時速動画で伝えていきたいと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。